続いてはカフェのコーナーです。今週はスバルの新しいコミュニケーションアプリマイスバルについて詳しくお話を伺います。ご紹介いただくのは前橋50号店の小野貴文さんです。小野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、2月27日から開始されたこの新しいサービスということなんですが、小野さん、このマイスバル、どういったものなんでしょうか。はい、はい、お手持ちのスマートフォンにマイスバルアプリをダウンロードしていただくか、マイスバル PC サイトにアクセスし会員登録をしていただくことでお店と気軽につながることができるコミュニケーションツールです。まずはこのアプリをダウンロードすることでスバルのお店と気軽に素早くこれつながることができるということなんですが、どういった方がこれは利用できるんでしょうか。はい、はい、こちらはスバルオーナー様専用アプリとなっております。なるほど、なるほど。では小野さん、このマイスバルサービス内容ちょっと詳しく教えてください。はい、まず一つ目にお店と直接コンタクトが取れる機能がございます。ご入庫いただいている店舗をマイショップとしてご登録いただくといつでも直接コンタクトが取れます。愛車の調子が気になる、いつお店に行きたいなどのご要望をアプリから気軽にご連絡いただける機能です。これはねちょっと便利ですよね。まあ、仕事などでね、まあ、電話ができないという時もあるかもしれませんし、まあ、連絡がね取れないことがあってもこのアプリを使えば、まあ、要件をねメッセージで送ることもできるということで、まあ、本当に手間も省けそうですよね。そうですね、はい、それから以前カフェのコーナーでご紹介したウェブ予約入稿もこのアプリでできるんです。点検や車検の時期、保険の満期のお知らせをお届けします。アプリ上で点検のご希望の日時や時間のリクエストを送ることができます。アプリを開くだけで、まあ、この点検の時期、それから保険の満期日を、ね、確認することができると。さらにはこの入庫予約もできるということで、これはちょっと便利な機能ですね。はい、また万一の事故、故障などの緊急時に役立つ緊急連絡機能もついています。トラブルが発生したときに位置情報とお車の写真とともにコールセンターへ連絡することができます。状況をいち早く確認することでより迅速な対応が可能となります。なるほどね、まあ、緊急時にもこのアプリが役立つということなんですね。まあ、写真でよりこの具体的に状況を把握して対応してもらえるということで、やはりこうオーナー様にとっては安心ですもんね。はい、私もそうですが、皆さんスマートフォンはいつもお持ちいただいていますよね。マイスバルに登録していれば緊急時にでもすぐに対応することができますから、とても便利ですよ。他にもスバルの最新情報や周辺のおすすめドライブスポット情報をお届けするなど、さまざまな機能がございます。まあ、本当にこれはスバル車に、ね、お乗りの方、ぜひこれ登録していただきたいと思いますね。そうですね、ぜひアプリをダウンロードしていただきご登録をお願いいたします。役立つ機能がたくさんありますので、ぜひお試しください。ぜひ皆さんもこのマイスバル活用なさってみてはいかがでしょうか。今週は前橋50号店の小野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。